桜咲き誇る葛飾区奥戸総合スポーツセンターに南葛を応援する声援が戻ってきました。頑張れ南葛 SC。 2023年関東サッカーリーグ一部今シーズン開幕戦、葛飾区奥戸総合スポーツセンターから JFL を目指す戦いが始まります。さあボンズ市原のキックオフ、低いボールだ、これは三原が打つか、シュート打ってきた、もう一度右足のシュート、これは52番の熊川、クロスボールゴール前、エディングシュート、ナイスキャッチだ、素晴らしいゴールキーパー富山、見事なキャッチ、大前が寄っていく、もう一度森永、ナイス縦関口、大前から落として森永のシュート、実際中津に入った横須賀とだから同期なんですね。あそうですか、はい、2人で練習参加来てたんですけど、さあ切り返された、シュート打ってくれ、富山ナイスゴールキーパー、今日は富山の再三再四のファインセーブ、上位、はい、そうですね、シーズンの上位が順当に勝ってましたんで、はい、さあ大前、大前がゴール前で呼んでいるぞ、クスカミの前だ、シュート打てるか、新井の右足、熊川戻してクロスボールゴール前、関口の裏にいる、新井いる、打てるか、打て打て、関口が落とすことができるか、惜しい、風を利用してゴールマウスに蹴り込んでいくボールか、ゴール前どうか、三原が打ってきた、もう一度関口、あーポストの右、1分未満の戦いになります。あーここで笛が吹かれました。前半終了0対0ということです。南葛 SC 対ボンズ市原の開幕戦、前半を終了して0対0です。さあもう一度使う、これは下平、いや熊川、玉城から熊川へ、熊川が敵陣に入ります、そこからどうするか、スピードで切り抜けていく、いいね、さあ熊川、あっと手がかかったか、かかった判定ではありません。お前ファーサイドに熊川がいる、ゴール前下平、ポストの左、いやーほっと惜しかったけどな、惜しかった、ポストの左わずかボール、ね、ちょうど我々のこの見てるね角度からね、本当、はい、こう吸い込まれそうな感じだったんですけどね。縦に関口走る、関口を使う、関口が左でクロスを上げてきた、ゴール前大前がいる、もう一度森永、開いた熊川、ちょっとトラップが大きくなった、これを今野が、いやナイスカバー、あーナイスカバー、さあ今ここで選手の交代、11番の楠上に変えて20番の佐々木です。巻いてくるボール打たせてはならない、富山がコースを切っている、危ない、ポストの左、ゴールネットは揺らしません。9番の岡田、玉城がアウトします、森永、もう一度大前、あーっとうまい、左に左に岡田、岡田が来た、さあボールは点々としている、これは岡田が取りに行く、いやー惜しい、さあチャンスだ、佐々木が戻る、直接打った、こぼれている、さあここで森永に変えて4番の龍が入ります、クリア、もう一度ある、さあ龍がポジションを取る、龍が行く、さあ落としたところ、試合終了、南葛 SC 開幕戦を白星で飾ることはできませんでした。